皆さんこんにちは、キコです。本日のキコットのゲストは著者で開花 GP の大ちゃんこと村松大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キコさんありがとうございます。よろしくお願いします。以前お会いした時に3回ぐらいお会いしましたよね。でその時にお話しさせていただいて、でご著書もいただいて、こちらをねその時いただいて私すごい読ませてもらったんですけど、それめちゃくちゃ良くて、ありがとうございます。で改めてお話聞かせていただけたらなと思って今日来ていただいたんですけど、まあそもそもキコさんを初めて知ったのが YouTube なんですけど。スリムクラブの前田さん、そうなんですよ。前田さんといろいろご縁あってお世話になってて、村松さんもキコさんっていうところで喋らせてもらいましたよみたいな感じでね言っていただいて、でその時のね私のことをね、あったかい緑茶しか飲まないイチローとかってそうなんです聞いてたので表現していただいて、どんな人みたいな、お茶しか飲まないイチローみたいなすごいいい先生がいらっしゃって、それを聞いてて初めてお会いした時に本当だわかるってなります。一応群馬のイチローで。セミナーを普段は、そうですね。まあそもそもがうちの父が工場をやっていて、そこにね大学卒業して戻って、自分何が好きかわからない、でも父のために自分を殺して家に入るみたいな。感じでもうロボットのようにこうね働いて、それがもう当たり前だと思ったんだけど、全然やりたいことじゃなかったんですか？それはやらねばならないこともう社長のせいぐらい村松家の長男っていうので、もう生まれた時から決まってるぐらいの感覚、決まってたというか自分でそういうふうに当てはめてて、両親は別にやらなきゃいけないとは言ってなかったんだけど、自分の中でしなきゃいけないってこう思い込んで、で自分が何が好きか分かんないって状況から、私が入社してから14年経って会社を閉業っていう形をとって、本当にもう好きなことをやろうと。で空手を教えるのが好きだから、で教えるのを数学を教えつつ人間力の高い子どもたちを作りたいなっていうのがあって、新時代の寺子屋っていう名前をつけてこれからのまあ松下村塾のような塾を作って、で本当の自分を生きるっていう子どもたちだらけになっちゃえば最高ですよね。自分の好きなことが分かってっていう塾をスタートして、で授業の後そういう話を30分毎回入れてて、子どもたちってみんな自分の好きなことって分かってるんですか？中学生ぐらいになると好きなことは3つとか、一生の野望5つ書きなさいっていうのが、全然書けなくて30分ぐらいずっと止まってる子もいるし、スラスラ書ける子もいるし。好きなことも分かんないっていうお子さんでも、その開花の塾で変わっていくんですか？そうですね。生徒がここで詰まってるとか、この子こっち方面だよなみたいなのをほぐしてってパカって開くとドーンってこっちが伸びたりってなっていくので、あ、なんか勉強の塾じゃないんだって思わせて、まあ、心開いてって。なるほど、そういった工場でもうお父さんの後を継ぐんだってなってたところから、なんでこっちに入っていったんですか？苦しすぎてくる、まあ、自分を封印して、で子供の時から空手やってて、長男で高校もキャプテンでってきて、自分が辛さを見せないっていう、辛がるな泣くなっていうので、辛さを見せなくてとにかく笑顔で大きな声出せっていうので自分の感覚を麻痺させてて。で会社入って社長のせがれだから辛がるな、一番に仕事するっていうのを自分に課して、それ誰かから言われたんですか？まあいろんな本読んだりして、とにかく朝一番に行って最後まで頑張るとか、なんかありますよね。そう社員からもそう言われ、じゃあもっと頑張んなきゃもっと頑張んなきゃっていうので、社長なんだからみたいな、そう継ぐ気があるんかっていうので。確かにそうですよね。であって、だんだんこの私のやり方に社員一部がすごくこうムカついてきて無視されたりとかあって、で心がパタってこう止まってしまって、で道場行けなくなり、で外に出れなくなり仕事と家しかいられなくって、周りみんながそう思ってるかもしれない。そうなった。まあある社員からちょっと大輔さんやり取り、質問のやり取りが変ですよ、答えになってませんよ、もう会話がちゃんとコミュニケーション取れなくなってたんですね。で脳がおかしいんじゃ脳芸行ってきてくださいって言われて、で脳芸に行って何ともなくって、でなんか問診テストとかやったら「うつですね」って言われて、おーと思って、その時初めて、はい、あ、俺も人間だったんだって思ったんですよ。え、初めて？そう、生身。自分は感情はコントロールできると思ってたの。なるほど。コントロールできると思ってて、精神力、そうそうそう、根性気合でどうにでもなると思ってて、あ、人間だったんだってこう気づいてから、そんだけ辛かったんだって20年ぶりぐらいに辛いを認めて、で自分がビフォーが自分の感覚を閉ざしていて、で本当に自分の好きなことを生かしていくっていうふうになったら本当にこう調子がいいので、で社員とのやり取りもパターンって無視が1週間で終わって、自分がなんで無視するんだろうって思ってたら、周りから無視をされるイコール、自分が無視の周波数を出してるから無視をされる。なるほど。でも「え、俺ってさ、人のこと無視してないじゃん」なんだけど、自分が出してる周波数って自分自身に出してるのも全フィールドに広がっちゃうので、自分が他人を無視しなくても自分が自分を無視してたから、その通り、あ、そうなっちゃうんですね。俺が自分の心の声を無視しまくってた。本当は辛い、家に帰りたい、子供とお風呂入りたいのパターンって無視して、いや、もっと頑張んなきゃ、俺は帰っちゃダメだみたいな、自分の心の声を無視してるから無視の周波数の場にいるので、周りに無視されるんですね。だったの。だって無視だけじゃなくて、なんか嫌がらせされてるとかも全部一緒。あ、そう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 。自分が本当はこれしたいのに、はい、そんなんやっちゃダメでしょとか、何そんな甘いこと言ってみたいに自分に嫌がらせ、悪口をしてると、悪口のパラレルを作っちゃう。俺頑張ったよね、うん、よく頑張ったじゃん、偉いよってこう自分を心を拾うようにしたら、毎朝「おはようございます、おはようございます」って挨拶しても全然挨拶しなかったのが、月曜日に始めて、はい、金曜日に「おはようございます」って言ったら「おはようございます」って挨拶返ってきたと思って、すごいね。そっからその彼がね、本当にありがたいことに一番こう動いてくれて。俺の声ことを一番分かってくれて、無視してたのにですか？そう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 。すごい振り幅ですよね。だからその時学んだのが、相手が悪いわけじゃなくて、俺が俺をどう扱ってるかをそのまま彼が見せてくれてただけで、私が私を大切にすると周りが私を大切にするっていう世界。渦中にいたら、うん、あんな無視するようなやつ、こっちだって大切にしてやらないみたいな方向に行きがちじゃないですか。なんか善悪で見たら、無視してる人が悪じゃないですか、うん、だからなんか、あいつが悪いんだから、あいつが直せよみたいな気持ちになっちゃうと思うんですけど、そういう時にちょっとふと立ち止まって俯瞰して考えるみたいな。そっからじゃあどんどん好転していったんですか？そう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 ね。で自分のやりたい方向にってこう振り始めたら、まあ、父が閉業っていう形を取って、で独立っていう形になって、外に押し出された感じですよね。そうね、おかげさまでね。本当に父の会社を自分が背負ってるというか、はい、それがあったおかげで経験もいろいろ詰めて、で自分を封印するっていうのも分かるし、自分を生かすっていうのも分かるので、100人とかこう見させてもらっても、この人は封印してて、この人すごく開き始めてて、この人突き抜けてるみたいなのが。本当に試合中みたいにこう波でくる感じ、それをポコンポコンポコンって開くのがすごい好きだし、ありがたいし、そのたんびにかつての自分を癒してるような感じ。なるほど、うん、ちなみに閉じてる人の特徴みたいなのってあります？表情を作ってるとか、話しててもこっちに入ってこなくて あっち向いてるとか、空気感が濃いか濃くないか。自分ではやっぱ分かんないものですね。ご本人がセルフチェック、自分が閉じてるとわからないかもしれないけど、はい、自分が開いてればわかると。確かに。あ、この感覚っていうのが。じゃあそこからじゃあ転換期が何年ぐらい前なんですか？10年前ですね。10年前、うん。で塾を始めて、で能力開発って授業で言ってるんだけど、はい、数学終わった後そういう小話を、脳みその話とか周波数の、ね、素粒子の話とか、はい、あとゼロポイントフィールドっていう、まあ、アインシュタインとかエジソンがつながりにいってる。エネルギーフィールドの話とかゾーンの話をやってたら、はい、ちょっとうちのとこでも話してくださいみたいな話が広がってって、でそれが開花セミナーっていうので半年ぐらいで東京とかにこう広がっていき、だんだんこう広がっていって、自分が嬉しいって思った瞬間に嬉しいパラレルに入ってるし、ムカつくって思ったらムカつくパラレルに入ってるので、だからイライラしてる時って物よく壊れる。あ、そうごまかす自分を作りたいのか、ちゃんと生きる自分を作りたいのかっていうのが、私が貧乏くじ引いてるとか、はい、こんだけ頑張ってても意味ないじゃんって思っちゃうと。ワールドってそういうことなんですね。うん、月額999円の新サロンプラネットのメンバーを募集中です。コンセプトは楽しくてためになる、あなたの隣にキコがいる、いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催します。ここでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意しています。あなたもスタートアップメンバーとしてご参加されませんか？詳しくは概要欄で。プラネットでお会いしましょう。